皆さんこんばんは。さよならレイダップのアトです。さあ今日は私一人でちょっと先にねこの事務所に来て撮ってるんですけども、今日は2月の、何日か忘れたんですが、もうちょっとでバレンタインデーなんですよ。でバレンタインデーって男から女性に渡したっていいわけじゃないですか。だからクラゲ村長にチョコレートをプレゼントしようと思うんです。皆さんは覚えがあるか分かりませんが、もう何年前だ、5、6年前かな、もっとかもしれないんですけど、前のチャンネルで静止入りチョコレートドッキリっていうのやったことあるんですけど、令和版でやっていこうかなと思いまして、あ、今静止をいただきました。こんないくらでもいいですからね。あ、今卵子もいただきました。こんないくらでもいいですからね。合体ということで、今日はクラゲ村長に渡したチョコレートの中に精子が入っているドッキリー。今日の朝ね、ちょっと精子入れてきたんですけど、あ、入れてない、びっくりした入れてないです。入れたふりしてその映像を撮ったんですけど、まず流れとしてチョコレート渡すでしょ、食べてもらって、実はこれ隠し味入ってんだよねみたいなこと言って、何かな、うん、何かな、ポエポエポエって多分言うと思うんですよ。答え合わせの時にその動画をお見せしてびっくりさせようっていう魂胆でございます。その動画がこれだ。ワン、ツー、スリー。やあ村長、僕の手作りチョコ美味しかったかな。今回使った最高の隠し味の正体はこれだ。こうやって一人でカメラの前で想像してやるのってむずいな。思い出せ、あの頃はつらつだった頃を思い出せ。あー、だんだん来てるね。いいね。あ、そろそろ、あ、ちょっと待って、やばい、えぐい、やばい。最高の材料摂取完了。見てもらいましたね。33歳です。この映像を見てもらったら数年越しにどんな反応するのかなってちょっと気になってるので、それを今日は、まあ、ドッキリとか検証というかちょっとあれですけど、まあ、ドッキリか。ちなみになんですけど、チョコレートね、こちらです。100均で買ったクリアパックに謎の毛糸入れて、なんか変なバラのやつ散りばめたトリックチョコ。これ全部市販なんですけど、ワシャワシャのやつとちゃんとした箱とそういうのでちゃんとしたかったんだけど、俺なんか見つけられなくて、結果的にこうなっちゃいました。時間もなかったんで、手作りチョコですって嘘ついて渡して反応見ていきたいと思います。では皆様こうご期待。ハッピーでマスクして Love in peace まで行こうぜ。いつか見た記憶もいいとこ、愛をばらまいて。あおはよう。早いね。何その格好。あ、もう待ってるか、来て。じゃあ撮っといたんよ。もう一本撮りたくて動画。おはようございます。女。ちょっとね動画回してて、はい、回したって今回したばっかなんだけど、今日急でしょ、うん、こういう感じ昔っぽくない？確かに。急に撮る感じ。確かに。でしょ？なんかの企画やってたってこと今。うん。一人でオープニングで撮ってて、うん、ちょっと村長に今日は渡したいものがありまして。はい、怖い。いやマジでいいもの喜んでほしいなと思って用意したものなんですけど、数日後2月の14日ですよ。おお、はい、バレンタインデー。え、バレンタインデーをあえて俺からあなたに感謝の気持ちを込め、はい、手作りしました。手作りか。嫌なのかい。ちょっと怖いよね。なんで怖いよね。手作りです、お手製です、完全に。まあでも、うん、おたちゃん料理上手だから。まあ、でもお菓子はねちょっとね、あ、やっぱ普段作んないとね、うん、ちょっと手間がかかりまして、時間かかりましたね正直。ってことはチョコってことですか。あ、そうなんですよ。あら、チョコレート、久しぶりに食べるかもしれないチョコレート。ダイエット中。うん、私もねチョコレートね久しぶりに食べるっていうか、久しぶりに作ったというかね。うん、食べたいです。私いいですか。うん、梱包が良すぎてビビると思う。嘘。いきますよ。うん、せーの。一緒。
めちゃくちゃ一緒。おばあちゃんが作った。あ、これがチョコだよね。チョコ。ケイトだよね、これ。まあ、わしゃわしゃがなくて。あー、やりたいことは分かった。分かったでしょ、わしゃわしゃにトリックチョコじゃん。うんうん。それができなかったんよ。かっこいいっしょ。おばあちゃんみたいな。チョコは、うん。丸い。俺ね、うまいこと丸められたわ。え、すごくない？でしょ、めっちゃ丸めたよ。作ったん？はい。はい。食べていいですか？食べてください、食べてください。じゃあ、いただきます。あ、怖い、ちょっと。いけ。うん。うまいっしょ。うん。ウェイヨウェイヨ。これは日頃バンドの細かいこととかね、我々男性陣が頭回らないことを日頃やっていただいている感謝の気持ちを歌にしまう。美味しいでしょ。うん、美味しい。だからあのぜひ持って帰って食べて、うん、持って帰んないで全部食べるから。マジで、うん、やった。美味しいです。もういっぱいもうこねて周りも硬くて、うん、中が柔らかい。中がジュオッとしてね、ジュロ。これ実は、うん、とある料理動画見て、うん、クッキング動画というかな、うん、海外の隠し味みたいなのが特別なの。へー。それを入れたんですけど、まあ、今回の動画としては何が入ってるのか見てほしい。隠し味ね。そう、本当に入れたらうまくなるのかなと思って試してみたら鼻をパラ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 してこねこねあんまりね、甘くないんですよ。なるほどなるほど。ちょっとほろ苦な感じがあって。なんだ、中のジュルッかね、肝かもね。ジュル、うん。お、終わった。なになになに、これ、当たるよ多分。あ、いいよ。コーヒーゼリーだ。なるほど、コーヒーゼリー。コーヒーゼリー。おー、パイナマンさん、わん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 。じゃあ、答えが、うん、私、事前に取ってきてあります。はい。その答えを見てください。うん、多分当たってると思う。当たってますか。うん、ちゃんとね、エンタメ風の動画にしてきてるから、うん、きっと面白いと思うよ。いきます。はい、せーの、ポチッとな。やあ、村長。僕の手作りチョコ、美味しかったかな。美味しかった。今回使った最高の隠し味の正体は、はい、これだ。こうやって一人で、あー、これはこうやって想像して、やらなくてもいいな。あー、思い出せ、あの頃、はつらつだった頃を思い出せ。あー、ちゃんと、あ、そうする。あ、ちょっと待って、こんな大きいボールいらないでしょ。ね。最高の材料、摂取完了。やってるじゃん。正解は僕の生命。あー、キモい。3つ食べました。チョコレートの量に対して少なかったから。そういう問題じゃないでしょ。そういう問題じゃないでしょ。見てこの顔、気持ちよさそうな顔。この顔だよね。あとモザイクかけてくんない？編集ではかけます。俺ね、そっちょにチンチン見せるのルーティンだから。あれ、これ、うん、再来もしかして。思い出した。なんかあったよね、ワンルームの家に住んでた頃の。ああ、思い出した。思い出した。その時はさ、入ってるように見せかけて入ってなかったじゃん。入ってなかったね、うん、今回入ってます。さよなら、さよなら。令和なんで。まあまあ、行きなよ、とりあえず。ああ、無理。それ食べんだったらケイト食べた方がまだマシ。今日ダメだ。うわ、ダメ、もう。でも美味しかったでしょ。美味しかった。美味しかったって。違う、そうじゃないの。何、そんなのいらないじゃん、飲み物なんて。いらないよ。あ、でもいいよね、コーヒー飲んで口がちょっと苦くなってきたの、特に甘いものをぜひ。いや、無理。本当？うん。じゃあ俺食うわ。戻ってきた。自給自足ってこと？ おかえり。ちゃんと帰還した。アルマゲドン。え、よく食べれる。うん。声優ドッキリー。怖い。
怖い、怖かった頭いかれてる、マジで。告知。3月26日、オタ&ロングロングアゴ生誕祭、乳首が取れた少年とパプアニューギニアの給食を決行いたします。出演はさよならレイニードロップとエビバディオナニーズとなっております。詳しくはさよならレイニードロップの公式ツイッターをチェックしてください。以上、告知でした。自分で食べた瞬間が一番やばかった。やばかったし、うん、俺が自分のいやーってことは、まるっとその数年前の動画と同じってことか。オマージュ。あー怖かった。オナージュ。マジで話すると、うん、ただの市販のトリュフチョコを入れただけ、うん、あー作ってないのね。作ってません。だって作った感じないでしょ、実際。美味しすぎたってことで、原点回帰でした。はい、書いてないっていうの分かりつつも、うん、なんかちょっと気持ち悪い感じするもん想像して、うん、まあ、まあ実際先ほど数分前に俺の写生見てるからね。そうだね、そうだねなんかさ、でもさ、うん、あんな大きいボールじゃなくていいよねあんな大きいボールじゃなくていいよねじゃなくて俺のそういうの 見慣れすぎて、それに関してはなんかモザイクかけろよっていう、その冷静なツッコミで済んでしまうのが、なんかもうちょっと皆さんにはモザイクかけてお見せしなさいよ。ちゃんとモザイクかけた。黒いやつね。黒デカ丸で。あの、このチャンネルまで収益なくなったらやばいから。じゃ、この動画は収益化できてるっていうことでいいかな。できてないかもしれないけども私は満足です、今日は。私はもう帰りたいです、うん、ちょっと気持ち悪くなっちゃったっていうドッキリのドッキリでした。実は全部入ってます。多分それ嘘だよね。嘘だよね。嘘だよね。嘘なんかもう、あの、慣れすぎてさ、うん、それやってくるだろうな、オチでそれやってくるだろうなっていうの想像しちゃったまあでも来年は絶対入れるから。